はいどうも、藤根 130kg です。だいぶね、この話題の景品が出ましたね。どれにしようかな。この初音ミクのこのシリーズもどんどん新しいのが出てきますね。これ多分色違いで、次は従来の白バニーの方の黒バージョンが出るかもしれないですね。どうしよう。どうしよう。じゃあ、ちょっと作業台になって見てて面白くないかもしれないんですけど、この設定で今回は撮っていきたいと思います。で、この設定は一応、そうですね。よくやる撮り方があるんで、それで今回やっていきます。まず、一手目は、押しで進めます。で、あ、ポイントねえやん。ちょっとポイントを入れていきますね。はい。3000ポイントを入れときました。どうせやるから、まあいいやろ。で、まだもう一回押していきます。この辺で、で、これぐらいを押します。まあ最初はもう本当に押しでガンガン進んでくれるんで、こういう風に押していきます。で、この設定今見てもらうとわかるんですけど、奥が重いんですよ。この斜めになって、もうこう奥にガタンと重心が戻るのでわかると思うんですけど、なので、この形になって、この若干、手前から2本目3本目のバーの方が高い位置にあるんで、手前の滑り止めのないバーの上を若干手前側が浮いてる形になってるんですね。だから、その隙を利用して、この後ろをね、引っ張って滑り止めに乗らないように手前に進めていきます。こんな感じですね。で、もうちょいなんですけど、もうちょいじゃないな。まだもうちょっとかかるんで。次は、もう一回奥狙います。この辺で。そんなにね、後ろを頑張って持っても進まないんですけど、まあなんか、てか、今のはミスったな。すいません、今のは、狙う場所違うな。ちょっと手前狙うべきですね。右後ろの角が今のバーよりも手前に来てくれると勝ちなんで、そこを狙っていきます。で、その形にするために、まず手前を左に振っていきます。で、手前は割と軽いんで、そこそこ動くかなと。こんな感じで。で、これで、ようやく、こうね、だいぶ斜め向いてくれたんで、あとは後ろを、ちょっとこう、絞り出していくっていうイメージで、プレイしていきます。一旦これぐらいで、で、両アームがギリ後ろにかかる感じのイメージで、こんな感じでアームを下ろします。で、ギュッとこう、手前に出してきて、で、もうだいぶ来ましたね。で、次もう一回後ろを持っていきます。これね、さっき言ったんですけど、箱の後ろが重いんで、まだね、これ見てもらったらわかるんですけど、滑り止めの上にね、がっちりは乗ってないんですよ。なので、もう一回後ろを多分持っても動くんじゃないかなと思います。この辺にアームを落としていきますね。多分。あー、入れたかったなー、今の2本隙間に。どれぐらい動く？よし！でもね、これぐらい簡単に取れた。めっちゃ簡単やったな。はい。ってことで、1000円ちょいですね。フリーチケットを1枚もらえたんで、実質1000円で取れたことになりました。ということでね、この台ね、初期位置からでも1000円ぐらいあれば取れるんで、ほんまに割と簡単なんで、皆さんもゲットしてみてください。ということで、以上、藤根 130kg でした。ご視聴ありがとうございました。